なんかいろいろ見えてる。写真撮る。おかえり、ただいま。どっかに載せときます。いいな、イコラブ武道館来たかった。ダルマハートありがとう。鬼可愛くない？私の配信スペース可愛くない？
んとさっきのこれも取っといた。じゃあ大富豪やるか。え、待って、じゃあメール最後の一通送るね、今から。ちょっと11時までに送んないと。いつもこの椅子に座ってるんですよ、私。ここに机あるんですけど、机のはこの高さにあります。いつもなんかめっちゃ高いところで配信してるんです。よし、画面送ったので多分夜遅くに届くと思います。はいはい、いいですか。はい、いいですよ。はい、じゃあ、最初は、なんか今さ、何時までもいいか、50分からじゃあやります、最初の配信。先生ありがとう。50分からやるね。今一瞬ドボンやったジャケット当たった。え、すごい。ドボンはさ、いっぱい、短いからさ、結構当たりそう。いろんなメンバーと。今ちょっと待って。50分でしょ？ちょっと、ログインボーナスもらっちゃって、じゃあ符号スタートでいきます。符号の女スタートでいきます。符号の女スタートで、あと1分後ぐらい、50分からやります。ドボンね、あれ以降私もやりましたよ、また。なんか結構ドボンは意外とオートでも勝てる。大富豪はオートだとなんか出せるやつ全部出しちゃうからあれだけど、もうすぐ50分です。いくぜー。ほい、スタートしました。どうしようかな。
ードの人いないな。で、どういうやり方でいこう。になりました。大富豪になりました。なんか一生さ、なんかこっからさ、今日なんか出てない？なんか一生気になってたんだけど、今日の配信一生なんかこれなんか出てんだよ。何これは？おちょんぼヘア？ピクミンかな？次は55分からやります。メッセージ更新しときました。大富豪。ね、多分なんかさ、ピクミンなんだと思う。白ピクミンでいきます。さすがに腰が痛い。床って痛くない？すぐ腰痛くなっちゃう。もうすぐ55分です。いきます。うん、来ました。見てそうな人がいる。
ありそう。終わった、大貧民になった。え、モバメ来た、早い早いね早いね。私は嫌いです。いえいえ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 。しろびくみ。やばい、これさ、寝るときにさ、思い出しちゃいそう。思い出して寝れなくなりそう。気をつけてみんな。次は60分じゃなくて11時からやります。床に座るの慣れない。開脚でもしよっかな。開脚しながらショールームやったらやばいか。下見えないからいける。せめてなんかストレッチ、こういう足しています。ありがとう、ハート。白い首はキャノンティー。本当にこの歌やめよう。本当に頭に出てきそうだからマジでやめよう。結構本当にやめたいけど、一回歌っちゃったらなんか止まらなくなっちゃう。あとちょっとですね。あと10秒ちょっとぐらい、10何秒ぐらい。ああ。あ、来ます。Let's go。あと。ちょいいるんじゃないかな。4人中3人が私のカードを使ってる。貧民で弱って感じなので、自動パスにして今見てます、流れを。
自動パスめっちゃ楽。なんかあのカードがないときは勝手にパスしてくれるんだけど、なんかオートみたいに勝手に出されることないから、あの自分でカード選べるし、私は結構使います、自動パス。なんかしばらく出せなそうだなって時に使います。大貧民だ。いや、もう見なくてもわかる。大貧民だ。あと、自動パス便利だよ。あと 2,3 回やったら。宝箱鍵3個で挑戦ってやつ4回今連続でやったけど1回も当たんなかった。で次は6分からやります。ハートありがとう。大貧民です。あ、ちょっとそろそろ足と腰が限界な。30何秒かでやります。あと2回にしようかな。あと2回3回ぐらいやったら終わります。あと10秒
次まだ大貧民だったらちょっと富豪になるね。全然カードが出せん、全然出せん、全然いいカードじゃない、全部中途半端。次も大貧民だったら富豪の女になります。なんと大先生に何が必要？時間ぴったにやる。マジで中途半端なカードしかない、もうどうしようもないカードしかない。貧民になりました。貧民に昇格しました。ということで貧民になります。貧民のままいきます。じゃあこれラス1で次番11分からやります。11時11分、1111、ワン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 できます。ワン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 できます。いいですか、ワンワンワンできます。ワン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 、あなたはありがとう。ちょっと夜になってきたのであんまり声が大きく出せなくなりました。近所迷惑にならないと程度にやります。もうすぐもうすぐだよ。え、待って、ワンちゃん全員配信にいる気がする。全員配信にそう。
サイレンも振ってる二人ともサイレンも振ってる。スクショした、二人同時に。すごい。なんかいける気がする、なんかいける気がする。はい、富豪の女になりました。富豪になりました。私富豪になりましてん、私富豪になりましてんな、私富豪になりましてんな、私富豪の女に帰り咲きました。はい、という感じで、ということで、大富豪配信終わりです。というか配信自体はもうそろそろ終わりにしようと思っています。ちょっとね、足と腰が痛いんですよ。やっぱ地面だとめっちゃ可愛いんだけどね、足と腰めっちゃ長時間、私なんかすぐ痛くなっちゃうので、ちょっともうそろそろ終わりにしたい所存でございます。ハートありがとう。これはね、もうそれでできますね。はい、ちょっともう限界で少しが痛いです。地面痛い。ありがとう、初めてちゃんと見たんですか、楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。明日は池さんと配信するかもしれないので、コラボするかもしれないので、よろしくお願いします。その時はどうぞよろしくお願いします。じゃあそろそろ今週のサザエさんは、お魚くわえたドラ猫、バラありがとう。ありがとう、聞く、ありがとう、長時間ありがとう、こちらこそ、ハートありがとう、ハートまたありがとう、ありがとうございます。じゃあ今日は
今週のキャさんはまず第1話は講義から始まり、第2話は大富豪をやらせていただきました。ありがとうございました。それでは来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽい。うふふふふふ。今週のサザエさん、あ、違う、今週のサザエさんじゃ、来週のサザエさんか、あれ待って、来週のサザエさんはか、なんで今週振り返ってんの。ハートありがとう。たこ焼き、サザエさんはあれやってみ、あれでしょ、わかめちゃんがなんかいろんな職業に就きたくなっちゃうの。今日のサザエさんはあのなんかね、最初お寿司屋さんになりたいって言ってて、でなんかあの波平さんが将来のわかめちゃんのために包丁とかはね見に行ったりするんだけど、でもそんなしてる間にわかめちゃんもお花屋さんになりたいとか言い出しちゃうんですよ。でもそりゃね、いろいろ変わっていいんですよ、わかめちゃんは。わかります。だからね、まだ変わってもいいし、そんなもんなんですよ。カツオくんはね、朝全然起きれなくてね、あのなんか朝の当番みたいなのがそれに遅れちゃうんですよ。で、朝それを寒いせいにするんですよ。こたつで寝ようとしたりするんですけど、最終的に起きれたのはなんかカレーを作っても、カレー朝カレーにして朝のカレーの匂いで起きるっていうのがあったんですけど、またこの話するとだからカレー食べたくなっちゃった。食べ物の話はダメって言ったのに、夜だから、まさかこんなところでまたカレーが出てくるとはなんて日だ、なんて日だ。もうダメだ、今日はもう海軍カレーの話をしたからカレーの話はもうしないって言ったのに。でもいいオチでした。ありがとうサザエさん、サザエさんのおかげでいいオチができました。ありがとう。ということで、もうマジで本当に腰が痛いので地面座、長時間座るの私ダメだわ。また次からいつも通りのこの椅子で座って配信するかもしれません。じゃあ皆さん、長い間お付き合いいただきありがとうございました。ゆっくり寝てください。明日からお仕事の方頑張ってください。私は土日にお仕事をしたので明日からおやすみ。失礼しました。ちょっと調子に乗りましたが、忘れてください。ありがとうございました。おやすみ。バイバイ。